皇位を継承し一連の即位儀式を終えられました即位の感想とともに天皇としておよそ10か月を振り返りお気持ちをお聞かせください私は昨年の5月1日に皇位を継承いたしました平成の時代には皇太子として上皇陛下のお近くでさまざまなことを 学ばせていただき、準備をしてまいりましたが、検事等承継の儀、即位後承継の儀に際しては、これから先、我が身が似合う重責に思いをいたし、身の引き締まる思いがし、厳粛な気持ちになりました。それから約10ヶ月、一つ一つの公務に、 真摯に向き合い心を込めて大切に務めを果たすべく務めてまいりました天皇の一つ一つの公務の重みとそれらを行うことの大切さを感じておりますこの間常に私の傍らに寄り添い相談に乗り 公務にともに取り組みながら支えてくれている皇后政子に感謝しております振り返りますと上皇上皇后両陛下が30年以上の長きにわたり国民に寄り添い国民と苦楽を共にされながら公務に取り組んでこられたお姿に 尊敬の念を新たたにいたしますそして天皇皇后としての私たちの新たな門出を温かい目でお見守りくださっ,てくださったことに厚く感謝を申し上げますこの10か月の間に最も印象に残っていることの一つに 都内や地方での諸行事や諸儀式の際などに、多くの方々から温かい祝福の声を寄せていただいたことが挙げられます。日本国及び日本国民統合の象徴としての私の道は始まってまだ間もないですが、たくさんの方々からいただいた、 祝福の気持ちを糧に、上皇陛下のこれまでの歩みに深く思いをいたし、また歴代の天皇のなさりようを心にとどめ、献賛を積み、常に国民を思い、国民に寄り添いながら、象徴としての責務を果たすべく、なお一層、 努めててまいりりたいと思っております憲法についての質問ですが、日本国憲法は、日本国および日本国民統合の象徴として、天皇について定めています。憲法を遵守し、象徴としての務めを誠実に果たしてまいりたいと考えております。 ご家族についてお尋ねします雅子は、種々の工夫を凝らしつつ、一生懸命に努力を積み重ね、幸いにして、令和元年は即位に関わるすべて,ての儀式、行事に出席することができました。このことを私も雅子もとても嬉しく思っております。本人も 強い責任感を持って一つ一つの行事に望んでおりましたがそれに加えて即以来多くの方々から温かいお祝いをいただいたことが活動の大きな支えになっていると思われます政子自身も多くの方々から寄せていただいた温かいお気持ちを嬉しくまた ありりがたたく思ってていると申しておりましおま他方政子はまだ回復途上にあり昨年12月の誕生日の際に医師団が見解として述べている通り体調には波があり大きい行事の後や行事が続いた場合には 疲れががしばらく残る傾向があります近くで見ていると、とてもよく頑張っていると思いますが、決して無理をすることなく、これからもできることを一つ一つ着実に積み重ねていってほしいと思います。私も今後とも、できる限り雅子の力になり、支えていきたいと思っております。 愛子はこの3月に学習院女子高等科を卒業いたします学習院女子高等科においては充実した高校生活を送ることができたようでそれもひとえに先生方や多くのお友達のおかげであると感謝しております進路については本人から 私たちにも相談がありましたが、本人の意向を尊重しながら、できる範囲での助言をしてきたつもりです。希望の進学先に進めることを、愛子はもとより、私も雅子もとても喜んでおります。高校を卒業し、大学へ進学すると、 今まで以上に、さまざまな経験を積み重ねながら、視野を広げていく時期になると思います。これからも感謝と思いやりの気持ちを大切にしながら、いろいろな方からたくさんのことを学び、自信での施策を深めていってほしいと思っています。 それとともに充実した学生生活を送ってほしいと思っています。還暦を迎えるのにあたってはもう還暦ではなくまだ還暦という思いでおります。これまでの60年を振り返ってみますと、幼少時の記憶として昭和39年の東京オリンピックや昭和45年の大阪 万国博覧会があります私にとって東京オリンピックは初めての世界との出会いであり大阪万博は世界との初めての触れ,合いであ触れ合いの場であったと感じております東京オリンピックではマラソン競技で一生懸命に走っていた円谷選手が競技場内で 英国のヒートリー選手に追い抜かれ銅メダルを獲得したことそして閉会式において各国選手団が国ごとではなく混ざり合って仲良く行進する姿を目の当たりにすることができたことは変わらず持ち続けている世界の平和を切に願う気持ちの 元ととななっってていいるのかもしれないと思っております青年に達してからの大切な記憶としてまず思い起こすことはオックスフォード大学への留学です一人の留学生として日本にいる時より自由に行動できその中でさまざまな人との交流を重ねイギリス社会を 内側から見つめるとともに外からより客観的に日本を見る視点を養うことができたことそして研究生活を通じ水問題への関心の一つの短所となった研究論文に取り組むことができたことなど現在の公務に取り組む姿勢にも 大ききなな影響をを与えてていいる数々の貴重な経験をさせたただきました平成になり皇太子となって平成5年に結婚し政子と二人で支え合いながらいろいろなことを経験することができたことそして愛子も生まれたことは本当に嬉しいことでした。 親として愛子の成長を見守ってくることができたことにも喜びでしたであ。できたことも喜びでした。その一方で、平成7年の阪神・淡路大震災や、平成23年の東日本大震災をはじめとする、数々,に数々の災害による被害の大きさが、 忘れることとのでききないい記憶としてて脳裏に焼き付いております同時に大勢の被災者の方々が大きな被害を受けながらも助け合いながらまた海外も含め周囲の多くの人々による支援に支えられながら多くの苦難を乗り越えてこられた姿が深く 心に残っています自然災害が起きることが避けられないとすればその被害が小さくなるようできる限り日頃から防災・減災の意識を持って取り組みを心がけることが重要なことではないかと思います。今年開催される 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に期待することですが、まず第一に、この世界的なスポーツの祭典が、関係する方々の尽力により、つつがなく成功裏に終えられることを願っています。その上で、この大会が日本人選手を含む すべての参加者にとり、思い出に残る素晴らしいものとなることを期待いたします。そして、今回のオリンピック・パラリンピック大会を通して、特に若い人たちに、世界の人々への理解を深め、平和の尊さを感じてほしいと願っています。また、 パラリンピック競技大会を通じ、障害者スポーツへの理解がさらに進み、障害を持つ方々にとっても励みになるとともに、障害を持つ方々をめぐる社会の今後の在り方の可能性についても、社会全体でさらに目を向け、理解と協力の輪を広げる良い機会になることを期待しております。